2位3位決定戦です。大おたけびをあげる森田さん。ああもうあれ入んなきゃ無理だよ。かっこよく抜いてる。ちょっと入んない。それ消毒してもらって。顔じゃない顔じゃないした人です。顔じゃないです。どうしたかあるよ。救急セット。嘘。そしたらにする？わかった。あきちゃん。あでもいいか。後で。後でアクエリアスでなんか勝ったらだって。え？あれ？ピンクじゃない。うん。あ、ビリになったらってこと？ナイスキーパー。私がやりすぎた。ごめんなさい。トシュー君、先週も怪我してなかった？先々週ね。先々週か。いや、あの、右足怪我したら左怪我して、左怪我したらこうなるんですよ。ほんとだ。わざと怪我してるでしょ。いや、違いますよ。違いますよ。わざとでしょ。でもそれ、介護してほしいから怪我してる。そうそうそう。だってこの前、のりちゃんにさ、あれ違うっけ？あれ誰だっけ？トシュー君じゃないか。いや、俺、先週多分、やってもらったのでしょ。ほらきっとその介護されたのが嬉しくてもう一回みたいな。毎回行っていいんですよ。で、あのたまにハンドエイドとか上げてると、手に血ついてるんですよ。やだー、うわーみたいな。やだ、そうだ。でも血は落ちるよ、洗濯したら。だからまあ泣いますよね、毎回ね。でもうちょっとわざと怪我しちゃおう。違う。あ、じゃあ、ただいまからトシヤ君の解説でお送りします。はい、適切な解説を。やっぱり森田さん の口が饒舌だと、いいですよね。今日ね、饒舌、解説中は饒舌なんですけど、なかなかそう、はい、誰？おー、来た。大塚さん。大塚さんでもなんか狙って蹴ってるっていうよりあれですね、壊してやるって感じ。入ってますよ、動画に。やばい。聞かれたら殺されますよ。いや、大丈夫ですよ。俺、大塚さん結構森田さん並みに尊敬してるんで。そうなんだ。待って、その前に何、森田さんを尊敬してるの？あ、いや、知りませんでした。知りませんでした。いや、なんかあんなギャップすごいじゃない。サッカーちゃんあんなキレッキレなのになんか。もう今日ダメだ。こんにゃくみたいな。あ、サッカー中は例えると食べ物に。サッカー中。キャベツ？そんな、なんかもうキムチみたいな。あー、森田さん、サッカー中はキムチで、やっぱり
あの私生活こんにゃく、こんにゃく、こんにゃくですよね。こんにゃくで通るところがよくわかる。としゃくはああいう25歳になりたい感じですか。いや、なれないんじゃないですかね。なんか結構天性じゃないですか。そうですね。なかなかああいう25歳も滅多にいないんで、あれは貴重動物。仕事とかはどっちなんですかね。仕事はこんにゃくプラ、こんにゃくとキムチの間ぐらいじゃないですか、ね、それどうですか。おー、終わった。どっちだ、どっち。青です、青です。あ